P-26P シューター飛行する P-26P-26P シューターは、ボーイング社が開発し、1930年代にアメリカ陸軍航空隊が運用した戦闘機。アメリカ陸軍の正式戦闘機としては、初めての全金属製、単用の機体であるとともに、最後の固定式主脚、開放式コックピット、朝鮮式主翼の構造を取る機体でもある。 愛称の P シューターは豆鉄砲の意であるがパイロットたちによって付けられたとされている。テスト秋の操縦席1931年にボーイング社のモデル248として設計された本機は同年12月3機の試作契約を結んだ。当時アメリカ陸軍では爆撃機の性能向上が先行し爆撃機に追いつける戦闘機がいないという事態に陥っていたため XP-936 と名付けられた試作1号機は製作を急がれ、早くも翌1932年3月に初飛行した。試作機は在来の戦闘機を大きく上回る性能を示したため一部回収を加えたモデル266に対して陸軍は P-26A の故障を与え、1933年1月に111機の 発注を行った。続いて、エンジンを燃料噴射式の P&WR-1340 から33に変更した。P-26B が25機が発注されたが、実際に製作されたのは2機のみで、残り23機は、P、P-26A と同じ P&WR-1340 から27エンジンを装備して完成し、P-26C と呼ばれた。 P-26C は1936年2月から配備が開始されたが、P-26A との相違はわずかである。P-26C は後に、P、P-26B と同じエンジンを装備するよう、回収された。P-26 は1938年から、P、P-35 や P-36 と交代して、第一線を退いたが、 1942年頃まで在籍していた。輸出型は P-26C をベースとした機体でモデル281と呼ばれ、スペインに1機、中華民国に11機輸出された。その他、アメリカから供与される形でフィリピン、パナマ、グアテマラで使用された。1936年のスペイン内戦勃発時にバラハスにいたモデル281が、 スペイン政府に徴用され戦闘に投入された。この機体はもともとスペインへ輸出するためのデモンストレーターとして飛来していたものだがスペインでは不採用となりそのまま止め置かれていたものである。初戦において共和国側の数少ない戦闘機の一機として戦ったが10月21日に撃墜されてしまった。後にボーイング社に代金は支払われた。 中華民国においては、1937年8月20日、いわゆる土洋爆撃で南京を空襲した日本海軍の96式陸上攻撃機を8機で迎撃し、損害なしで6機を撃墜する戦果を上げている。その後、日本海軍の96式艦上戦闘機と行われた空中戦は日本にとって初めての単陽戦闘機同士の空中戦となった。 1941年12月の太平洋戦争開戦時にはフィリピンに28機の P-26 が配備されていた。そのほとんどは地上で破壊されたが、そのうち2機がフィリピン人パイロットによって戦果を上げたと伝えられている。1942年から1943年にかけて、 練習機という名目で、グアテマラ空軍に7機の P-26 が渡ったが、これらは1957年まで使用され、1954年には戦闘行動も行っている。P-26A3MENS P-26A ウォーサンダー、アメリカランク1の初期機体、イベント報酬機体として、数種類のタイプが操縦可能機体として登場する。 ワールドオブ・ウォー・プレインズアメリカツリーのティアーニに,に P-26 と P-26A が登場する。ありがとうございます。